非常にの食歌にようこそ。カリ本日のご覧こちらではごゆっくりお楽しみください。ちなみに北海道あずききなこホイップともちホイップほかかしくのふわもちうじ抹茶を食べたいです。この2つはサイトに載ってないドーナツですね。というわけでこれらも気になります。ずっと冷やしてたんですけどなかなか食べる機会なかったんです。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずはこちらきなこホイップからいただきます。わちょっと崩れた。はい、こんな感じになってます。ではいただきます。次はふわもちうじ抹茶、これも美味しいですね。ではチョコハントミツ、この下にホイップが入るところなんですけどちょっと崩れちゃいました。ではいただきます。ラストは大あずきいただきます。一緒に使うのはきなこホイップはきなこの香ばしさをホイップとよく合っていてとても美味しかったです。好きなのはふわもちうじ抹茶もうじ抹茶の味をしっかりと感じることができました。3つ目のチョコホイップをされているのはホイップの持ってあるんですけどその盛り方がちょっとあれぐらい探していたのは残念でしたね。相性はいいんですけど最後のうじあずきはさっぱりとしたイースト生地に小豆のこれまたさっぱりとした甘さを合っていてとても美味しかったです。なのでこれが一番良かったですね。というわけで今回はそれを代表としてこちらの点数とさせていただいてご視聴お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。